大橋正信のメインチャンネル。はい、大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、今回は立花隆が情弱を狙った詐欺的な、商売を始めようとしているということでね、お話をさせていただこうというふうに思います。まあ、詐欺的というとね、まあ、正直言うと、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、ただ情弱を相手にビジネスをしようとしているということで、まあ、やってることを NHK と一緒じゃねえのというふうにね、ツッコミを入れたくなるような、内容をね、立花が話しておりましたので、ちょっと紹介させていただこうというふうに思います。まあ、まずね、立花隆の音声を聞いていただければというふうに思います。その足元から詐欺の、これは記者会見を来ております。で、私はですね、すみません、くだらないんで 1.5 倍速で 1.5 倍速で聞いていただこうというふうに思います。ちゃんと聞きたい方はね、おすすめはしませんけど、立花の動画見てください。はい、どうでもいいです。いわゆる中南テレビですね、 NHK をぶっ壊すっていうね、 NHK と契約したっていいテレビを販売をしておるんですけども、この、まあ、いわゆるインターネットのテレビというか、チューナーレステレビなので、Wi-Fi 環境がないとですね、映らないということで、このチューナーレステレビのですね、ポリエモバイルは安いやつなんですけど、まあ、今日発表されるポリエ、の最強 Wi-Fi というのは、1日なんと10ギガ、これが30日使えるというか、まあ、月間300ギガなんですけど、1日10ギガで更新をしていってですね、万が一使い切っても夜中の12時にリセットされる。で、1日10ギガって YouTube をなんか 4K で見ても8時間くらい、まあ、普通の会社で見ると17時間とか見れるので、ほとんど、まあ、実質上使い放題になるものだと聞いてます。で、電波も NTT ドコモと au とソフトバンクの3つの、まあ、一番状況のいい電波を使うことができるということで、まあ、これね、知らないだけで皆さん知っていただければ非常にいい、Wi-Fi になる。要はスマホにそれだけの機能を持たすんじゃなくて、 Wi-Fi にしておけば家にも置いとけるし、外にも持ち出せるし、で、一つのいわゆるだからそのモバイルたちの10個携帯でもつなげる、あと海外にも持ち出しが基本的には可能だということなんで、まあ、できるだけたくさんの方にしてもらいたい。で、僕自身はこのチューナレステレビとこのホリエの最強 Wi-Fi の代理店をするということで、具体的には来年の1月からですね、なんと銀座の方でお店をやる方向で進めています。だからチューナレステレビ、 NHK と契約しなくていいチューナレステレビとですね、それに必須である Wi-Fi ですよね、これをセットで売っていこうと。またセットによって、お得になるサービスも考えていますので、いずれにしてもちょっといろいろとね、代表権の問題がかかってますが、チューナレステレビの方をしっかり売っていく。そしてホリエ、まあ、そういう話になってるんです。これね、若い人から言えば、は？まあ大丈夫かというレベルの話なんですよ。まあ、ホリエの最強 Wi-Fi と言われているものは、要は、モバイル Wi-Fi といってね、こう、携帯できる、こう持ち運びのできる、まあ、Wi-Fi 機能、まあ、コンパクトのね、やつなんですけど、これね、立花がね、今いかに情弱かいかにポンコツかっていうのは分かる話なんですよ。で、もう一番がね、この立花がポンコツだと分かる一番の話が、まあ、チューナーレステレビ、まあ立花が売ってるのは 4K 対応らしいんですけども、この 4K 動画を視聴するにあたり、なんか8時間ぐらい8時間ぐらい視聴ができると。要はね、8時間視聴ぐらいでだいたい10ギガぐらいの消費されますよ、という話なんですけど、大嘘です。大嘘。まあ、多分、おそらくね、立花は情弱がゆえに、能力が低いがゆえに、ポンコツなゆえに、無知がゆえに、まあ、こんなことを言ってるっていうのはもう察しがついてるんで、まあ、さすがにこれはね、大嘘つきと。詐欺というつもりはないです。もう単なる無知なだけ。何も知らないくせに知ったかぶりをして喋って、商品を売ろうとしている。もう逆に悪質ですよね。悪意のない悪質性。とんでもない話ですよ。でね、まあ、知ってる人は当然知ってますよ。で、ちょっとネットでググれば出てくる情報です。4K 画質で、まあ、1時間ぐらい動画を見たときには、だいたい約9ギガ。9ギガ。9ギガぐらいで、消費されると。っていうことは、4K の動画を見たときには、もう1時間ちょっとで、もう、ホリエの最強 Wi-Fi 使えなくなっちゃうんですよ。
にもかかわらず、立花は8時間ぐらい見れるって言ってるんですよ。むちゃくちゃですよ。何も分かっていない。で、4K の一つ下。一つ下の、まあ、HD 画質、1080p ですね。これだって1時間 2.2 ギガですよ。2.2 ギガ。まあ、だいたい5時間、じゃあ4時間か。4時間、4時間、5時間ぐらい見たら、もうおしまいですよ。ね、4K テレビせっかく家に設置しました。ね、動画見ようと、4K で動画見ようと思って、堀江の Wi-Fi、堀江の最強 Wi-Fi で見ようとしました。1時間終了ですよ。こんなものを売ろうとしてるわけですよ、セットで。そんなの家のルー、家のね、固定のルーターをつないで、光回線で見た方が、当然いいに決まってますよ。当然いいに決まってる。で、まあその工事うんぬんでなんか問題があるってなれば、なんかソフトバンクエアーとかね、そういったなんか、電源挿すだけでっていうのもあるわけですよ。それで十分なんですよ。それで十分。そうやって、確か、今どうなのかな？まあ料金設定とかはちょっとわかりませんけどもね、そのソフトバンクエアーとかそういった感じのものって関しては、チェックしたことがないんでわかりませんけども、まあ、それで十分なんですよ。それで十分。で、もっと言えばですよ。もっと言えば。こんなのね、楽天モバイルで十分なんですよ。楽天モバイル。なんだっけ？大手3キャリアの、こう、回線につながるから、日本中どこでもつながるって話ですけど、いや別に、まあまあそれはそれでいいけども、少なからず、そういう使い方ならいいよ。全国どこでもつながるし、出かけ先で、ちょっと動画見るとかね。そんだったらいいですよ。だって、チューナーレステレビとセットで売ろうとしてるわけでしょ？今の構想では。絶対こんなの頓挫するけども。チューナーレステレビって持ち運びできるんでしたっけ？家に固定して置いとくもんじゃないんですかって。バカじゃねえのってレベルですよ。で、しかもね、まあ、100歩譲って一人暮らしだったらまあそれもね、なんとか運営できるかもしれませんよ。4K の、4K 画質で見ることを諦めて一つ下のね HD 画質とかでもいいけど、そういったもので見て 1080p とかね 720p で見て、それでね他のものでやると、一人暮らしのはいいですよね。家族でそれで賄おうなんて言ったらもう 100% 無理ですよ。 100% 無理。出かけさ、もうモバイル Wi-Fi って基本的にね、こう外で仕事する人ため用のものなんで、それをね、家のチューナーレステレビでも見られますって、そんな生活するやつ、大丈夫かってレベルですよ。で、それでも、それでもね、楽天モバイルの方がはるかに優秀です。料金はもちろん。料金はもちろん。ね、価格も、料金もそう。今はね、一時期ソフトバンクじゃなくて、一時期、楽天モバイルもね、つながりにくいとかね、っていうのありましたけど、今は、au の基地局を使っているんで、全国の 99.9% だったかな、のね、そういった基地局で電波が網羅してるっていうことがあるんで、もうだいぶ、かなり結構使いやすくなってます。使いやすくなってます。はい。まず繋がります。はい。当然ね、場所によっては若干の入りにくさはあるかもしれませんけども、それだって、もう十分満足いけるような、今の電波状況になっていると聞いています。はい。で、あともう一つ。これは料金に関係しますけども、楽天モバイルは無制限なんですよ。制限ないんですよ。100ギガ使おうが、200ギガ使おうが、1000ギガ使おうが、1日に100ギガ使おうが、200ギガ使おうが、全く制限かかんないんですよ。今現状。はい。ホリエモバイルは1日10ギガまででしょ？ね。もうその時点で負けてるんですよ。しかも、料金は、ホリエモバイル、最強は、ホリエの最強 Wi-Fi よりも安いって来てるわけですから。ギガ数制限があって、高いのがホリエ最強モバイルでしょ。ホリエモバイルよりも安いのが楽天モバイルですから。センス例だと。いやー、これで、
立花隆の言ってることを真に受けて、なるほど、チューナーレスと堀江最強モバイルをセットで買えば、これはラッキーだー、動画見放題だー、なんつってる。4K で8時間見れるなんつってるバカがいたら、本当に腹かいて笑ってやろうかっていうレベルなんですよ。それぐらいひどいこと言ってる、立花隆は。いじから知らないとはいえね。無知だからとはいえね。まあ、これが、ね。で、そんな立花隆が僕に対して、大橋は、なんかバカだとかなんだとかつってんでしょ、嘘つきだつってんでしょ、どの口が言うですよ。本当に。もうね、見てるこっちが恥ずかしくなる。聞いてるこっちが恥ずかしくなるような説明をしている立花隆。立花詐欺師。はい。悲しいです。本当に悲しいです。悲しい56歳児です。はい。まあ、そんな、中でも、なんだろう。今まで、チューナーレステレビを買ってこなかった、盲信バカ信者の皆さんも、ね、堀江の最強モバイルとセットで、銀座で売られるということでね、もう脱粉するような勢いで大喜びだろうというふうに思います。ぜひね、来年の1月、なんか、ね、銀座で銀座のどこだか知りませんけども、そこでなんか、テナントを借りて、売り出すというね、暴挙に出てるようですけども。そのテナント料があるんだったら、コールセンターの人たちにね、払ってあげればいいのにって。まあ、払えなくても貸し付けてあげればいいのにって。ね、コールセンターの人たちは貸し付けてくれることが喜びなんだから。スーパードMの人たちですから。僕もドMですけど、そこまでドMじゃないんでね。はい。その違和感、不思議に思わない、コールセンターの人たちに、テナントを借りる金があるんだったら、ね、お金貸してあげればいいのにとか思うんですけどね。悲しいかな。そういったことは一切しない。なんせ自分ファーストなんでね。立花詐欺師という人間は悲しいかな。はい。まあそんな感じであります。あとなんだっけな。なんだっけな。なんか言おうとしたんだよな。なんだっけな。忘れちゃったな。忘れちゃったな。そう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 。あ、そうそうそうじゃねえや。まあいいや。まあ、そもそもね、コールセンター人たちに金を貸し付けるってのもおかしな話でね。金がないんだったら、ね、社長自ら、っていうか雇用主は立花隆ですからね。大津彩香じゃないですからね。なんか話脱線しちゃいますけど、その辺もよく分かってない人たちが多くてね、悲しいんですけども。まあとにかく、社員のために借金をすることすらできない。金を借りることができない。立花隆。無能としか言いようがありません。経営者としては、至って、普通以下、無能です。はい。そんな人間が売ろうとしている、チューナーレステレビ。あなたは買いますか？買いませんか？1日10ギガしか使えない、堀江の最強モバイル、使われますか？どうですか？以上です。